じゃあ0番目からいきましょうか。これは皆さんが最後に講義の最後に解いた問題です。301114で終わりますね。で、地道にやりましょうか。例えば人間地道っていうのは要するにどういうことかというと、この1ありますから、あと3と3と1消すということですよね。で、1331で301114ってこれなんか似てますでしょう。だから2行のマイナス1倍を3行に加えたら割と楽で0、まあ、あまり変わんないですね。013マイナス2ですか。まあこんなふうにや最初やってもいいですね。まあ人間ですから、まあいろんなやり方あるんですけど、まあそれはやめときまして、まあ計算機がやるようにアルゴリズム的にやりましょうか。で、1を使ってこの3と3と1を消してもこの行々変形では、この種の基本変形では行らしき変わりませんよね。ですから、ここにやるのは2行に1行かけるマイナス3ですか。3行に1行かけるマイナス3。4行に1行かけるマイナス1を加えるという。この種の、もう一度言うと、この種の行々変形では行列式が変わらないわけですね。で、3993か。0、1、2、3だから1ですか。で、0、2、9で引くと 5で3ですか。で、0、1、3、3ですか。お。で、まあ、4因子展開してもいいですし、ですから、ここで4因子展開すると、いろんなことを勉強しながら解説しますけど、そのプラスマイナスプラスマイナスというふうに符号があったわけね。で、ここの1はプラスですね。そしたらで、あと000は関係なくて、だから結局この1ですね。要するにこの1ですね。で、この1で121、これ1ですので、もちろん書かなくていいですね。121の253の、で、これをなんか展開 してる 人の、答案を読んでますけど、まあ、それもちょっと121、この1使って242ですか。2行から1行の2倍を引くと、242引くから011ですか。それで133から12引いたら012ですか。そうするとまた4子展開するとプラスマイナスプラスで、これもう1書きますか。書かないよって。1112で、これ1になっちゃいますね。1×2 で2で、1かける1は1で、引くと1ですね。というのが答えです。まあこんなふうにやっていけばなんとかなりますね。特に1がこういうところに1があるからそんなに大したことないですね。